あ、わかった。セキャン、セキャン。はい、どうも、昼下がりのジャマイカです。で、今回はですね、新しく、またしてもアップデートが来ましたね。7月11日木曜日アップデートが来ましたので、今回はですね、そちらのアップデートの中で追加された一つのレジャーをですね、今回やっていきたいと思います。ということで、こちらですね、こちら。メインストリートということで、この激戦の街を手中に収めるのは誰か。よくわかんないね。はい、ということで、解説ですね。新マップ、メインストリートエリアのみを使用しますと。このモードはクインテッドで参加しません。で、バトルに入ったプレイヤーは2つのチームに分かれ、マップの両側からスタートします。準備を何回か読んで各チームのエリアで、武器を自由に切り替えることができます。登場武器は一定時間間隔で自動更新。はい、ということでやっていきますか。いきますよ、皆さん。せーの。やっていこうじゃないかー。ということで、いきましょう。よーし、ということで始まりましたね。おトップがこれさらされんのっけ。なんで俺だけこのヘルメットなんだ。なんで俺だけこのダサいヘルメットなんだ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。せっかく可愛い頭があるのに。頭が消えた。嘘だろ。ここで捨てると頭消えんのけ。最悪なんだけど。マジで最悪なんだけど。なんでこんなダサいんだ、一人だけ。ふざけんなよ、マジで。クゴ式どこ？クゴ式？クゴ式？クゴ式？あった！クゴ式！ありがとう！てか、なんで MVP 持ってんの、俺。ありがとう。応援してくれてる。ありがとう。角曲がとかはないんじゃん、これ。あれ？角曲がとか、なんこれ。手のマークが勝手に、手のマーク、毎回勝手に押されるの、これ何？わ、これバグ？俺バグかな？毎回これ物資手のマーク押されてるからさ、あさりづらいんだよね、これ。え、めっちゃ敵近くおるんだけど、やばー、こいつ、何？は？は？いきなり地剣だけど、マジ？速攻暴走で。待って、4スコア最悪だわ。待って、え、消えたんだけど。ちょ、待って、4スコアやばい、4スコアやばい。ちょっと4スコアやばい。オッケー、行こう。これ多分近距離だから絶対 MP が強いな、これ。どうだよ。よーし、やばい。うわ、何この輪、全然当たんないけど、これ輪。この輪何？めっちゃ近くなる敵。え？やばい！うわー、やばい、見に行く敵がめっちゃ近くなる、この輪。えぐいて、これ。えいー、MP が強すぎた。やばい、ちょっと見て。リーンがわけわからん。いいパンツだね。よし。このなんか無敵時間、これ1秒ぐらいかな。無敵時間1秒ぐらいを利用して。おおほあ、やるやんけ。やるやんけ、お前。センス悪めがしやがって。やり返してやっけの、マジで。いた。おい、おつれ。あ、どこ。うわ、見に行く。リーン見に行く。これスコープ覗いたらあんま普通か。やばい！いやーミスター。うおー。キャラ濃いなーって思う。ちょ、ここ使おうか。ここ使おう。スコープをそろそろ使いたいね、スコープ。さあ、ドットサイトは。おい。これ武器とかスコープとか全部固定されてるから、そのままずっとね、武器切り替えなくてもできますね、これ。ずっと武器固定されてますね、これ。おい、来いよ、ほら。オーケー。なんだ今のこれ。うわーやばい、ミスった。うわーミスった。もうリーンだけやばい、このモード。待って、オーケー、オーケーオーケーオーケー。今無敵状態を利用したフルボッコ作戦だったね。あべー、来いよ、おら。あ、これグランドか。グレサー敵陣に投げたら勝ちじゃね。やばすぎー、マジー。なるほどね、理解した。これね、ダメだ。リーン使ったら負けだ。これリーン使ったら絶対負けだ、これ。やばい、やばい、これ。うまくね？いいパンツだね。あ、勝った。よし、行くか。これどうなん？これショットガン強くね？これ多分だけど。これサイが最強説ない？これ、あった。これサイが最強説ある、これ。で、MP5 いらんから、これを、まあ、狙撃使う場面ねえけど、いや、持っとくか。しかも4スコしかないっていう。あ、これあれか。最初前に行ってても、そこからスタートはしないから、全然ゴリゴリ煽れるってことか、ここから。ういー、リーンでなんかすごい画面近くなる。ういー。
これマジで見にくいね、これ本当に。よ、あ、やべ、始まった。オッケー、行こう。ドタイ。やばい、怖い、怖いよ。よし、見てる、見てる。ちゃんと足音も聞こえてくるから、足音聞きつつって感じだね。うーわ、全然強くない。なんだそのパンツは。ひゅやれパンツやろ。よーし。お前やばいってそれは。リスガリしやがってこの野郎ら。リスガリ逆にしてやるけえな、マジで。おい、こっちか。足音こっちか。聞こえてくんだよ、甘いよ。甘いんだよ。足音これ重要やな。これ足音の索敵めっちゃ上がるで、これ。多分。何語？何の方言これ。あ、痛い痛い痛い。うぃー、無敵状態、ナイスー。これさ、足音の索敵めっちゃ、めっちゃ来たい。まあ、これ味方に弾されて、やばい！やめてー、ちょっとどいてー。よーし。なーんだお前、リスガリの鬼。マジで。やばい、やめて。じゃあね、バイバイ、痛ーい。ざけんなよ、マジで。上登れんだよね、これ、ダンボールから。これ、ダンボールから上登れるから、これで上登って、よいしょ。はい、オッケーで上取ったらもう勝ち。うい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 、はい、死なない。ナイス。ショットガンやっぱ近距離だな。これいけんのかな、こっち。あ、いける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 。これで上取ったらもう勝ちじゃね、これ。でマップに足音は表示されるわけじゃないから、ここからもうゴリゴリのリスガリができるっていう。よいしょ、はいはいはい、やべ。しかもここ車線通らないからマジで強い。やべ、リロード押せ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 、危ねえ危ねえ危ねえ。完璧、もうここリスガリポジ、これ。ほら。どうこれ。やばい。おい、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 おつ。くはははは。ここ強すぎんかなんか、ちょっと。ここ、あれ、負けた。はははは。早速、もう早々に登って、強ポジ取って、もうがっつり、がっつり、あれしていこう。リスガリしていこう。あ。これどうしたもんかな。ここで頑張ってドゥ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 、オッケー。やばい、めっちゃ来た。やめて、裏取っていく。おつ、あい、無理。どこだよ、裏。いる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 。おい、上取っていく。ナイス、オッケー、行こう。さあリスガリしよう、さあリスガリしよう。リスガリの始まりじゃ、リスガリの鬼じゃ我は。あれ、いない、あれ、リスしない。あ、したしたした、オッケーオッケー。こいつを、こいつを、おいー、ナイス、リスガリー、おつー。はい、おつ。超楽しい、これ。うわ、超楽しい、これ。最低、マジやってること。マジやってること最低。あぶね。うわー、すごい、いきなり伏せてきたね。いいね。反応いいよ。いるんやけど、なに、マジで。いや、ここ、あ、くる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 。くる、くる、来ない。これ、来ない、来る、来る、来ない、来る、来ない、来る、来ない、来るの。来ないのねー、来ないのねー。オッケー。もうここさえ登らせなければ俺の勝ちやん、これ。ここさえ登らせなければ。気づいてしまった。ここさえ登らせなければ俺の勝ちだ。何ゲーマジこれ。成功マジ。任せこいんだけど。ちょっとここに置き暮れしてみよう。あ、やばい。はい、オッケー。はい、オッケー。さあ、置き暮れ、炸裂しろ。あー、惜しい。惜しいね。来た、来たな、来たな。オッケー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 。クソだな、ちょっとやめよう。ちょ、これやめよう、クソすぎるから、ちょっとやめよう。 ちゃんと戦おう。俺ちゃんと戦いたいんだ。ちょ、空式でやるか、空式で。痛い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 。やめろー。やるやん。よーし、ちょっとさすがにちょっとリスがりすぎてかわいそうだからね。ちょっとや、普通に戦おう、普通に。こっちや。はい、近距離。ナイス。待って、それ死んだな。ん？どこだ？うわ、実際全然わかんない。どこにいるか。でい。オッケー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 。いやー、死んだ。ちょっと当たったじゃない？それはやばいなー。そう。それはやばいな。いや、これやってるだけでめっちゃ反応良くなりそう、これ。めっちゃ反応良くなりそう、これ。オッケー、これ勝ったじゃない ?1 位じゃないこれ。さあ。ナイスー。
途中めちゃめちゃキモい戦い方したけど、めちゃめちゃ叩かれそうな戦い方したけど、あれやったら負けようなくね。はい、ということでいかがだったでしょうか。新しいレジャーね、こちらメインストリート、まあ結構なんだろうな、結構まあ今回このレジャーをやることで練習になるのは、まあ、近距離のエイム力と、あと足音で、まあ、足音ね、このマップに表示されるやつじゃなくて音聞いて索敵していく上でそこの力がまあ身につくっていうのがありまして、まあ、あとリーンとかは使ったらね感覚乱れるんで使わない方がいいんじゃないかなっていうのが個人的な意見ですね。はい、で腰打ちもねこのレジャー当たるんで、まあ、腰打ちの普通に腰打ちで近距離練習したいっていう方も使えるかなって思います。ということでさあこんな感じで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画をアップしていきますので、もし不快でなかったらチャンネル登録高評価の方を下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいということがありましたら、ぜひコメント欄の方からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。